ヨハンゲオルクズルツァーは旧スイス連邦出身の大学教授。はじめは数学を専門としたが、後に電気学に乗り換えた。ボルフ派の哲学者で、プロイセン科学アカデミーの哲学部総裁だった。1755年にはデイビッド・ヒュームの道徳原理研究を英語からドイツ語に翻訳した。ズルツァーは電池の開発史に関するアネクドートで知られている。 1752年、彼は角が接触している2種類の金属を舌の先端で触れた。すると、舌を刺激する感覚がしたが、彼は金属の粒子が振動を起こし、それが味覚神経を刺激したと考えた。この出来事を後に、電池と舌の主権として知られるようになった。すなわち、2種類の金属が電極棒として、唾が 全解物として働いた結果、電流が流れたのであった。ズルツアーは著作のアルゲマイネテオリーデア周年君たで、バウムガルテンの手法を拡張して、美的体験への喜びの主体は、個人の知覚の状態である、というさらに心理学的な理論にした。イマヌエル・カントはズルツアーの理論に反対、私は素晴らしく、資料に富んだ人間が頻繁に述べた意見に、共感できません。 彼らはそれまで示された証明の弱点を完全に知りながら純粋な理性による二つの基本的な主張への証明が未来には現れるという望みにすがりついています。その主張とは神の存在と来世の存在である。私は当然その反対であり、これは永遠に起きないと考えています。と述べた。ありがとうございます。